はい、こんにちは、フルネスです。今日はキク川の方にね、お招きいただいてありがとうございました。岩田から来た2人です。よろしくお願いします。1週間に1回ぐらいね、2人で練習を続けて、今度の秋で3年ぐらいになるんですけど、私たち自己流でね、ほぼほぼウクレレは自己流でやり始めたので、聞き苦しいことがあるかと思いますけど、2人で楽しくね、今日はハーモニー奏でていきたいと思いますので、温かい目でご覧ください。で、ハーモニーといったら、お二人の夏の終わりのハーモニーという曲がね、あると思うんですけど、ちょっとまだ夏にもならない季節ですが、一生懸命歌いますので聴いてください。お願いします。
ですよ。2人で練習してる時もマスクをねして練習してて、2年半ぶりぐらいに、あ、ゆかさんって言うと私きよみって言うんですけど、ゆかさんのこの顔を見た時にね、あ、こんな可愛い顔してたゆかさんは私がシミができたなとかね、そんな、はい、ね、そんな感じでちょっと大きな口を開けながらね歌えると思うので、まずはを行ってみたいと思います。よろしくお願い、あ、よかったら手拍子お願いします。かわいいふりしてあの子割とやるもんだねと言われ続けた、あの頃生きるのが辛かった、行ったり来たりすれ違い、あなたと私の恋、いつかどこかで結ばれるってことはどう、